では麻婆茶碗蒸しを、作っていきます。まず、卵を割っていきます、はい、しましたら、しっかり一度ここでちょっとホイッパーで、お箸でも結構ですし、ホイッパーでしっかりと溶いていただきます。しっかりと腰を切ってください。しっかりと切らないと、茶碗蒸しを作るときにちょっと口当たりの悪い茶碗蒸しになってしまいますし、固めるときにもちょっと、酢が入りやすくなったり、いびつな茶碗蒸しになってしまいますので、しっかりと腰を切ります。網でこします。腰網などでこしていただきます。もしくはペーパーとか布越しとかでもいいんですけれども、こうすることでさらに口当たりが良くなりますので、腰をここでしっかりと切るということが、テーマです。今こした卵が1に対して、こちらは冷たい、また冷めた中華スープなんですけれども、まあ、お出汁何かスープを3の割合ですとかなり柔らかくふわふわな、状態になります。こちらを入れていきます。でしっかりとここでも、混ぜてあげます。でしっかりと混ざったら、ここに下味でお塩を少々、少し卵の、旨味甘みを引き立たすためぐらいの、お塩を入れておきます。そうしましたら器に入れていきますけれども、今日はちょっとこういう大きいのですけれども、ご家庭だったらもっとお一人様ずつような、ちっちゃい本当茶碗蒸しのような、もちろん器でも結構ですし、器はもう決まりはありません。ただ器によって火の入れる時間がちょっと変わるということだけ、頭に置いていただければと思います。はい、そしたらここに静かになるべく泡を立てないように、でできればちょっとこういう泡が立ったところは、これがこのまま気泡になってしまいますので、潰してあげるとよろしいと思います。はい、それでは、蒸し器に入れて蒸していきます。蒸すときは、揺らさないように、手さないように、なるべくゆっくり、お皿の周りに卵の液がつかないように、動かしてあげます。そしてこの上に、アルミ箔を軽くかぶせてあげて、水滴が落ちないようにしてあげます。そして蓋をして蒸し上げていきます。まず強火で2分ほど蒸していきます。その後火加減を落として7分8分ぐらい、7、8分蒸した後に少し確認して、火の通りを確認してから、さらに、調整していきます。はい、それでは、茶碗蒸しの上に乗せる麻婆餡を、作っていきます。今日材料はこちら豚のひき肉ですね。少し粗めに引いてもらってます。そちらの方がこう食べると食感が出てくるので、粗挽きの方がおすすめします。油を引いた、フライパンに、中華鍋にひき肉を入れていきます。でひき肉は、パラパラになるまで炒めるんですけれども、まだ、今余熱だけで火はつけてません。いきなり強火にして炒めてしまいますと、表面だけが、焦げてパラパラに逆になりにくいですので、少し全体的にパラパラにこの段階で入るまでは、まあ、弱火で結構ですので、弱火で炒めていきます。でパラパラになり始めてから、初めて火を少し強くしていきます。まあ、やりすぎてもダメですけれども、表面が軽くちょっと焦げ始めたかなっていうぐらいまで、炒めていきます。柔らかい茶碗蒸し、そしてここはしっかりとカリッと硬いひき肉の食感が、違う食感を一緒に食べれることができるので、とても、美味しくなります。まあ、こういう感じにちょっと表面が焦げたかなという、これぐらいが目安です。一度火を消していただいて、調味料を入れていきます。豆板醤ですね。麻婆豆腐には欠かせないこちら豆豉という、大豆を発酵させた中国の伝統的な調味料なんです。豆豉醤として市販でも、販売されてますので、そちらを使っていただくとよろしいと思います。
で豆板醤と豆豉が入ったら再度火をつけていただいて、ここで香りを出します。で火をつける時も弱火で香りを、出します。強火にすると豆板醤豆豉は大変焦げやすいですので、香りを出すために弱火で、出してあげます。で香りが出てきたらまたさらに一度火を止めます。ここで中華スープを注いでいきます。こちらの中華スープは市販の中華スープでも結構ですけれども、もし市販のを使う場合は、記載されているのよりなるべく薄めに伸ばしてください。その方が、すっきりとした味わいになりますので。そしてここに、お醤油ですね。でここで弱火にして少し1分ほど、コトコトと煮て豚肉のうまみを出していきます。最後に水溶きの片栗粉を入れていきます。で水溶きの片栗粉を入れる前もまた一度火を消してください。この細かい火加減をすることによって上手な中華料理が作れます。で水溶き片栗粉にとろみをつけるときは一度火を消していただかないとダマになりやすいです。入れるときも一度にドバッと入れてしまうと、もう入れた瞬間にその入れたところがもうダマになってしまいますので、細く入れながら、なるべくちょっとお鍋をこうゆすりながら少しずつとろみをつけていきます。まだ火はついてません。で入れ終わってから初めて火をつけます。で沸騰してくるとしっかりととろみがついてきますので、レシピなどに書いてある分量を最初から全て入れてしまいますと硬くなりすぎた場合取り返しがつかないです。ですので2回3回ぐらいに分けてレシピを少しずつ片栗粉は入れることをお勧めします。で加熱して沸騰してみてまだとろみが足りないなと思えばまた少し火を消して同じことの繰り返しです。でこれぐらいのとろっとしたとろみになればネギのみじん切りですね。あと最後に山椒の粉ですね、中国山椒の粉を振っていただきます。でこちらで、麻婆ソースの完成でございます。それでは、茶碗蒸しが蒸し上がりましたので取り出していきます。茶碗蒸しが蒸し上がりましたので、蓋を取っていきたいと思います。でこのように、フルフルのギリギリぐらいの硬さに、仕上がりました。でこちら茶碗蒸しは大変ゆるくギリギリの柔らかい硬さに作ってますので、ソースをかける時も上から優しくかけてあげます。よいしょ。このまま勢いよく、いってしまうとせっかくの茶碗蒸しが、壊れてしまいますので、優しく。そうしましたら最後に、シャンツァイ、パクチーですね。苦手な人は全然、苦手な方はもう何かネギとかちょっと香味野菜を入れていただくと、相性がいいので、こちらで完成でございます。ピリリとふわりと体温まる麻婆茶碗蒸しできました。